アテネオリンピックスポーツコンプレックスはギリシャアテネにある総合運動施設。設計者はスペインの建築家サンティアゴからドラバ。アテネオリンピック開催のために整備した。オリンピック水泳センターは水泳競技場で、オリンピックでは競泳、水球、飛べ込み、シンクロナイズドスイミングが行われた。ただし、シンクロはショープール、飛べ込みは屋内プールで行われた。 大プールの収容人員は11,500万人、小プールは5,300人、屋内プールは6,200人。当初は屋根付き競技場となる予定だったが、工事の遅れで屋根の設置が間に合わず、結局屋外で行われることになった。しかしながら、開催期間中は天候にも恵まれ、数多くの世界記録が誕生した結果になった。現在は荒れ果てている。 オリンピックホールはギリシャ最大の屋内競技場。オリンピックでは体操、トランポリン、バスケットボールの決勝が行われた。1995年に完成。1998年バスケットボール世界選手権の会場にもなった。2006年のユーロビジョンソングコンテストの舞台となり、コンサートやバスケットボールギリシャ代表の試合もここで行われる。 収容人員は17,600人。屋根にはアーチフレームの形になっている。2007年にはユーロリーグファイナル4の会場となり、地元のパナシナイコスが優勝を飾った。オリンピックテニスセンターは16のテニスコートを持つテニス競技場。オリンピックではテニスが行われた。センターコートの収容人員は8,600人。サブコートは4,300人。 他に1コートにつき200人収容できる。テニスコートはハードコートで国際テニストーナメントには最適のコートである。オリンピック自転車競技場はオリンピックでは自転車競技のうちトラックレースが行われた。収容人員は5250人。ありがとうございます。